ちょっと葉月さん、聞きましてよ。あ、おはようリナさん。え、ごきげんよう。って、挨拶なんかどうでもいいのよ。リナ、そんなことない。挨拶は大事。もう、渚は黙ってて。葉月さん、あなた、まなみさんの唇を無理やり奪ったと聞きましたよ。は？どういうこと？ふふん、周防の家と我が高畑家とは、昔から家同士の交流がありますのよ。だから、まなみさんとも古い顔なじみですの。はあ、それで？あなた、リナたちのキスを見て、うっかり発情してまなみさんに迫ったのだとか？え？いくらリナと渚のキスが幸せそうだからって、無理やりはダメ。無理やり相手の唇を奪っても、そんなの絶対気持ちよくない。ちょっと待って。まなみさんがそう言ったの？うん。他に誰がいらっしゃるの？でなければ、私がまなみさんのプライベートを知っているわけがないじゃありませんの。そう。まなみさんが私に無理やり唇を奪われたっていうのならそうなんでしょう。私は否定はしないわ。まなみさんの言う通りだってこの場で宣言する。え？だから安心してって、もう、まなみさんにおかしなことはしないって、伝えてくれる？まなみさんは、ショックだったから、学校を休んでるんでしょ？心配しなくてもいいから、明日から出てきてねって、伝えてください。リナ。はあ、バカね。違うなら違うって言えばいいのに。はあ、言えるわけないよ。まなみさんを傷つけたのは事実だもん。それにここで私が否定したら、まなみさんをさらに傷つけることになるでしょ。
そういうもんかしらね。第一、現実問題として私が違うって言ったところで信じてもらえると思う？でも、あんたは好きな子に無理やり何かするような子じゃない。私がどういう人間かってことは多分重要じゃないと思う。9月にひょっこり編入してきた子の言うことより、以前から一緒にいた人の言葉の方が信憑性が高いってだけの話でしょ。それはそうだけどさ。ありがとう。え？何が？こんな短い付き合いしかないのに、アヤが信じてくれて純粋に嬉しいの。まあ、そりゃあね。私にとってはここに通ってる他のお嬢様たちより同じ庶民出身のあんたの方が感覚が近いもん。だからかな、あんたが困ってるの見ると助けたくなっちゃう。庶民同盟様様ね。そんな変な同盟作った覚えないんだけど。今作ってみた。バカじゃないの。ま、同じ庶民で感覚が近くなくても、私はあんたがまなみさん相手に無茶できるなんて思わないけどね。え？そう？うん、無理だと思う。へえ、わかんないよ。私、前の学校ではすっごい不良だったかもしんないじゃん。それこそないない。あんた、良くも悪くもいい人なんだもん。そんなあんたが崇拝してる天使様の唇を奪えると思う？そんなチャンスがあったとしても、おろおろして逆にまなみさんに唇を奪われるのが関の山よ。え？そんなあんたがまなみさんを襲った？あんたが不良だったって話以上にないわ。ひどい言われよ。つか、あんたにまなみさんを襲うような度胸とか解消とかがあったら、今頃は速攻で須王の家と養子縁組させられてるんじゃないかしら。は？養子縁組って？いい？よく考えてごらんなさいよ。現状、須王の家には会社の後を継げるような子供が本家のまなみさんただ一人だって言うじゃない。そうなの？愛からの情報を聞いた限りでは、分家の子たちはまだ幼すぎて、後継ぎになれるとしてもまだまだ先なんだって。かといって継げそうな年代の人たちはみんな別の職業についてて、スウォーの会社を継ぎそうにないらしいんだって。ま、スウォーも歴史ある家だから、親会社は本家の子が継ぐべきって考えも根深く残ってるようで、十中八九まなみさんが継ぐことになりそうって。へー。で、まなみさんが成人する頃にはスウォーの細かい関連会社を一つの大企業としてまとめて、まなみさんが総帥として家と会社を継ぐことになるだろうってのが、うちを含めた周囲の取引先会社のおおよその見解ね。で、だ、いくらまなみさんでも全ての業務を一人でこなせるわけがない。そりゃそうよね。何歳で総帥になるかわかんないけど、まなみさんだって私たちと同じ女の子だもの。そうよ。だから、まなみさんは自分の右腕になれそうな子を探してるってわけ。うーん、右腕？もしあんたがまなみさんの言った通り、向こうの気持ちを無視して彼女を襲っていたとして、私もまなみさんとは半年程度の付き合いだけど、なんだかんだ言って彼女は自分の感情より最終的に家や会社の実利を取る合理的な子だと思うの。え？まなみさんだってバカじゃないわ。
自分の学校での立ち位置はよく知ってるはず。そんなみんなのマドンナを襲った相手がどういう立場になるのかもちょっと考えればわかるわよね。孤立してでもマナミさんが欲しいと行動を起こせる相手、何を引き換えにしてでも欲しいと思ってくれる相手、それだけでなくて周囲から孤立することも恐れない、そんな根性があって愛情もある子をマナミさんは放っておかないわ。きっと襲われた後すぐに自分のものにするために行動を起こすはず。その行動が養子縁組ってこと？ま、ここまでは想像の話だったわけだけどね。そもそもマナミさんだってスウォーのお嬢様よ。どうでもいい相手にキスさせるわけがないのよね。頭がこんがらがってきたんだけど。つまり私はマナミさんに気に入られてるわけ？嫌われてるわけ？気に入られてるわね、間違いなく。気に入ってるのにその相手が困るような噂を流しちゃうわけ？私はマナミさんじゃないからその真意はわかんないけど、でも他の子たちに小野原葉月はスウォーが目をつけてるんだから手を出すんじゃないわよって意思表示なのかもね。そんな顔しないの。相手は巨大企業の本家のお嬢様、庶民レベルで考えちゃダメ。この噂を流したマナミさんがどう出てくるかはわかんないけど、ま、いずれ何か仕掛けてくるわよ。わあ、他人事みたいに言ってる。だって他人事だもん。うん、しょうがない。あの、これ葉月さんの靴じゃない？見つけてくれたの？ありがとう！ん？お礼言うの足りなかったのかな？見つけてくれてありがとね。これで上履きで帰らずに済んだよ。あの、はい？リナがあなたに言ったこと気にしないでね。大丈夫だよ、私は気にしてないから。
ごめん、迷惑かけて。リナ、本当は悪い子じゃないの。だから。うん、いい子だってわかってる。大丈夫。こんなことで嫌いになったりしないよ。リナさんがあんなことを言ったのは、まなみさんを心配したからでしょ？そんな風に友達を心配して、行動できるような子が。悪い子のはずがないよ。結果はこんな感じになっちゃったけど、悪気があってこうなったわけじゃないって、わかってるから。だから、私、リナさんのことが嫌いだなんて思ってないよ。あずきさん。ありがとう。あの子、単純なところあるし、言動も極端に走りがちだから、昔から誤解されやすくて、誤解されてるのがかわいそうで、ついつい甘やかしてしまうから、私が悪いとも言えるよね。でも、今さら厳しくもできないし、実はどうしようかなって思ってて。だから、葉月さんさえよかったら、リナの友達になってくれたらいいなって。リナには、私以外にも、たくさんの人と接してほしい。もちろん、誰でもいいわけじゃなくて、ちゃんとリナのことを考えてくれる人じゃないとダメだから。あ、私ったら、葉月さんの都合を考えずに、一方的に。ごめんなさい。でもほら、リナだって高畑の娘だから、変な子を友達にするわけにはいかなくて。だから、葉月さんならって、その。やだな、もう。あ、ごめんなさい。嫌だよね。もう、そうじゃないよ。リナさんとも。渚さんともお友達だって思ってたけど、そう思ってたのは私だけ？渚さんは私のこと友達って思ってくれてない？うん、友達。ありがとう、葉月さん。これからもよろしくね。もちろん。こちらこそ。ああ。メールしたのにな。忙しいのかな。あら、呼びつけておいて、いないわけ？いるよ、いるよ！ごめん、ベッドでダラダラしてた。ふーん、いいけど。で、何の用？何の用って、言われると、その…何よ、用事もないのに呼び出したわけ？この僕を。ごめんね。マナ、忙しかったよね。
か、ずっと相談に乗ってもらってたから、つい、マナに話を聞いてもらいたいなって。ごめん。私、甘えてるよね。自分のことくらい、自分で解決するのが筋だよね。何よ、元気ないじゃん。うん、そんなことないよ。それでごまかしてるつもり？バレバレだよ。葉月演技下手だもん。ほら、いつもみたいに僕の都合なんてガン無視して喋っちゃいなよ。まあそうなんだけど。気が楽になるんでしょ？でもあんまりマナに頼るのも悪いなって。何言ってんのよ、あんたらしくない。こっちの都合ガン無視で迫ってきて、いつの間にか懐に入り込んでるのがあんたのやり方でしょ。今さら遠慮される筋合いなんてないわよ。気持ち悪い。気持ち悪いって。慣れないことはすんなってことよ。さあ飽きなさいよ。ほら、まなみさんとキスした後、私、逃げたじゃない？そう、その話、続報が気になってたの。あれから、ちょっと変な話が広まっちゃってさ。変な話って？その…私が、まなみさんに無理やりキスした、っていう。はぁ？はずきにそんな度胸があるわけないじゃん！バカじゃないの！はずきが憧れの子に実力行使できるようなタイプだったら、ここでこんな風に愚痴ってないって。同じこと言ってる。アヤってあんたと同じクラスの親友の？私ってそんなにヘタレに見えるのかな？誰にでも優しくするからよ。そんなつもりはないんだけどな。あんたにそのつもりがなくても、評価ってのは周囲がどう見るかじゃない？ネットでちょっと話すだけの僕が、葉月は誰にでも優しくするんだろうなって思うくらいだもん。リアルであんたの行動を見てる子たちがどう思うかってのはねえ。それって私が八方美人に見えるってこと？そこまで言ってないよ。あんたはさ、なんだかんだ言いながら相手の嫌がることはできなさそうに見えるってこと。そうかな。あんたのことだから変な噂が広まってるのに、どうせヘラヘラ笑ってるだけなんでしょ？ヘラヘラなんて笑ってないよ。ただただ、何？どうしようかなーって感じ。うん、困ってるんだ。困ってるってのとはちょっと違うかな。クラスの子はみんな優しくしてくれてるんだけど、ただ教室の空気がね、居心地があんまり良くない感じで、さあどうしようかなーって。居心地悪いっていじめられてるの？うん、いじめられてるってわけじゃないの。多分。多分って何？今日もね、帰ろうとしたら下駄箱に靴がなかったの。盗まれたの？そうじゃなくて、磨かれてたの。ピッカピカに。
うん、それは判断に困るね。でしょ？汚されたとかならわかるけど、逆に綺麗にされてたなんて、意味わかんない。他には教科書とかも綺麗にされてるとか？うん、そういうのはないんだけど、隠されたり落書きされたりもないし。ただね、クラスの誰かに声をかけたら一瞬困った顔でフリーズされるかなって。無視されちゃうとか？そういうのは全然ないの。むしろ私の言葉に対して普段よりずっと口数の多い返事をくれるし、逆に親切にされてるのかも。でもいつもと違って腫れ物に触るようにされてるのがわかるから、居心地が悪くて。そうなんだ。気を使われてるんだとは思うんだけど、ちょっとずれた親切を受けてるのか、それとももしかしたらいじめられてるのか、本気でわかんなくてさ。なんか育ちがいい人たちの反応って難しいなって思ってるとこ。そうね、確かに浮世離れしてるかも。僕も葉月の言うところのお嬢様だけどさ、僕自身も世間のお嬢様たちに馴染めないタイプだから、葉月の言いたいことなんとなくわかるよ。うん、わかる。マナは庶民じゃないけど、私の学校にいるようなお嬢様たちみたいなタイプじゃないもんね。だから僕の意見はあんまり参考にならないかもだけど、お嬢様たちは葉月が無理にマナミにキスしたって噂を信じたらいいのかわからないんじゃないかな。そうなのかな。だって葉月は編入してきてまだそんなに経ってないでしょ。対して変な噂を流した子は生え抜きの三ヶ所の子。葉月の部が悪いのは仕方ないね。そうなのよね。でもさ、葉月変な噂を流されたのに気づいた時否定しなかったの？私が否定したらまなみさんの立場が悪くなるかなって思って。は？まなみさんにはまなみさんの考えがあって、私が無理やりキスしたってりなさんに言ったんだと思う。だとしたら当事者の私がそこで違うって言ったら、まなみさんの思惑が外れてしまうかもしれない。私ね、想像してみたの。あの時びっくりして逃げ出しちゃったけど、置いてかれたまなみさんはどんな気分だったんだろうって。どんなつもりでキスしたのかはわかんないけど、少なくとも悪意はなかったはずなのね。悪意があるなら私なんかにキスしないだろうし、まなみさんにとってもキスするのってそれなりに勇気が必要だったと思うの。なのに何も言わせてもらえないまま逃げられちゃったら、伝えたい気持ちが言えないまま胸の中でぐるぐるするだけだよね。きっとね、まなみさんも苦しんでるんじゃないかなって思う。伝えたいのに伝えられなくて苦しくて、ついりなさんに愚痴っちゃったのかも。愚痴だから状況をちょっと都合よく持っちゃってもそれもしょうがないかなって。でもさ、変な噂を流されたのは事実でしょ。それで葉月のクラスでの居心地が悪くなってる、実害出てるじゃん。怒ってもいいと思う。ううん、怒れないよ。だって先にまなみさんを傷つけたのは私だから。だからまなみさんから何らかのペナルティを課せられないと釣り合いが取れないでしょ。つまりこれはペナルティなわけ。お人よし。うん、分かってる。そういうのを自己満足って言うのよバカ。もう信じらんないバカ。ありがとう。何がよ。マナったら私のために怒ってくれてるの？呆れてるだけよバカハズキ。
事実をねじ曲げられて伝えられたってのに笑って許しちゃうなんて、もう信じらんないよ人よし。だからさっきから言ってるでしょ、私が先に傷つけたんだって。それなのに私が怒っちゃったら、まなみさんだって嫌な気分になるじゃん。それにそうなったら仲直りする機会がなくなっちゃうでしょ。それだけは嫌なの。それがお人よしだって言うの。明らかにまなみには悪意があるっしょ。理由はどうであれ、あんたは悪意をぶつけられたんじゃん。喧嘩を売られたのに怒らないなんておかしい。喧嘩ねえ。っていうか、そもそもまなみさんには喧嘩を売ったって意識があったのかな。結果論として変な噂を流したことになっちゃったけど、出発点は逃げた私に対する腹いせなんじゃないかな。だとしたらそれってさ、喧嘩を売ったことにはならないって思わない？思わない。あんた事実と違う噂を流されたんだよ。悪意があるじゃん。喧嘩売られてるじゃん。悪意があるかどうかなんてわからないでしょ。いや、まあそれ言い始めたら全部が想像でしかないんだけど。もうったく、あんたどんだけお人よしなのよ。だからお人よしでいいんだってば。だって私やっぱりまなみさんとお友達になりたいんだもん。まなみさんが許してくれないとか、私なんかとじゃ嫌だって言うなら諦めるけど、そうじゃないならやっぱり仲良くなりたい。だってチラッとだけとはいえ本当のまなみさんを見せてくれたんだもん。どうせならちゃんと心を開いてもらいたいじゃん。まなみさんが素の性格を学校では出せないって言うなら、うちに来てくつろいでもらいたいなって。そんな風にまなみさんのホッとする存在になれたらいいなって思う。はぁ、そのまなみって子バカすぎる。え？ハスキみたいないい子を陥れようとするなんて。バカって言わないで、私の好きな人なんだから。今回のことはただの感情のすれ違い、よくあることでしょ。っていうかせっかくのキスなのに逃げ出しちゃった私がバカなのよ。ああもうほんともったいないことしちゃった。そうね、あんたって大きいこと言う割にビビリだし。スオーマナミなんて家柄がうるさそうな子を好きって言っておきながら、いざ思いが伝わろうって時に逃げ出すなんて、覚悟が足りないのよ。覚悟が。ほんとその通りだよね。人を好きになるだけじゃなくて、今まで知らなかった違う世界の人と付き合おうってするんだもん。覚悟ってもんが必要だったんだね。でももう大丈夫だよね。葉月には恋をする覚悟ができた。もしまなみさんに恋する覚悟ができてなくても、待ってるだけの余裕もあるはず。次にネットで会うときは恋人ができた報告になるかもね。さあそれはわかんないけど、でも精一杯まなみさんにぶつかってくるよ。応援してる。ありがとう、頑張る。